皆さんこんにちは、花丸です。今日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは値段が高いとか育てにくいとか思われている胡蝶蘭が実はとっても気軽に簡単に育てられるっていう情報を発信しています。皆様にお役に立つ情報をシェアしていきますので、見てみたいなと思ってくださる方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。こちらはパープルスワローさんです。私が去年6月29日に最初にシェアした動画の中で紹介しています。そこから3ヶ月ぐらい咲いてくれて、今年の4月にまた咲いてくれています。今つぼみがたくさんできていますので、これから大きなお花がどんどん咲くことと思います。ビッグリップのタイプですね。お花がちょっとこう六角形の星型みたいな感じになっています。色は濃いピンクです。はい、こちらはシーナ洋蘭園さんの、多分リトルワルツさんだと思います。このドットがたくさんあって、色のコントラストもとってもはっきりしています。お花もたくさんついてくれています。つぼみ落ちもあまりしなかったです。元気なお花です。はい、今日のトピックは、私が去年の秋にヤフオクで買った花子の株がどうなったかっていうお話をしたいと思います。胡蝶蘭動画8と12をまた見ていただけると、より興味深く楽しんでいただけるかと思います。はい、こちらはですね、私がぜひ会ってみたかったダイアンシーナユミちゃんです。このお花が欲しかったので、この札が見えたので入札してヤフオクでこのセットを買いました。16株で確かなんか1株200円ぐらいの換算だったと思います。その株たちがどうなったかちょっとお話ししていきたいと思います。この子はもうとってもいい子で、4月の3日に初めて咲いたんですけれども、お花が4つポコポコポコとポップコーンのように開いて、ほとんどつぼみ落ちもしないで元気に咲いて、枝打ちもしています。でも最初来た時はそんな元気な状態ではなくって、葉っぱがこうだらっと垂れてたんですけれども、葉っぱの数は多かったのでビニールポットから抜いてみると、バーク植えで外の根っこがほぼ枯れていましたので、その外の根っこだけをちょんちょんちょんと切って、そのバークの外側を濡らした水苔で包んでスポッと植えました。だからあまり根は触っていないです。それが良かったのかなと思います。2ヶ月半ですぐに花芽が出てくれて、このように白とピンクのとってもノーブルな可愛い元気なお花を咲かせてくれました。ありがとう。はい、次こちらですね。はい、こちらも大きなさくらんぼみたいなつぼみがついています。たった3輪なんですけれども、ピンクの大きなお花を咲かしてくれました。葉っぱは傷んでいたのでちょっと取ってしまって、株はちっちゃいですが、こうやって咲いてくれています。はい、この子は花芽が伸びてますね。来月ぐらいに咲いてくれると思います。はい、はい、この子はですね、いろんな種類があると思ってこの札が立っていたので楽しみにしていたんですが、スノーマンという白の中輪の同じ品種でした。それが5つあったんですけれども、それがどうなったかって言いますと、1つはですね、成長点が溶けちゃっていたんですが、横から成長点が出たので、ちょっとちっちゃい葉っぱがあって、こっちが大きくなって、でも元気に育っています。これだけはあのストレスだったのか花芽出なかったです。で、他の株は、はい、新しい花芽が出ています。はい、こちらもたくさん花芽ついています。で、こちらは2番花が出ていますね。はい、で、こちらはちょっと弱ってるのでどうしようかなと思って、今日観察したら花芽新しく出てきてました。小さな素焼き鉢に移そうと思います。
はい、この子はね丸葉で可愛い葉っぱですっていう風にこうお伝えしてて、たくさんつぼみ8個ぐらいついたんですけれども、残念ながらほぼ落ちてしまって、花芽を伸ばす力はあったけれども、ちょっと咲かすところまでは力がなかったようです。はい、でこちらの子はですね、私がお水やりの時に落っことしてしまって葉っぱを折ってしまったかわいそうな子です。で下の2枚の葉っぱがほぼ黄色くなっていて、もう落ちてしまうのかなと思ったんですけれども、そっとそのままケアをしていると、最初よりもちょっと黄緑色に色が戻ってきて、生きてますね、元気に。そして、はい、このように花芽しっかり伸びてきてくれています。今月末ぐらいに咲いてくれるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとこの子はかわいそうなことをしてしまいました。花芽伸びてきてたんですけれども、私が調子に乗って12月になってから元気なので素焼き鉢に植え替えたところ、すごく弱ってしまってしなしなになったんですけれども、ちょっと気温が回復してきて最近元気になって、新しい葉っぱが出てきて、ちょっと根っこの成長点も見えてきてるので、これから回復の兆しです。で花芽はもう切りました。はい、こちらはビビちゃんって言って黒い鉢に入ってた分なんですけれども、3つ花芽が出てたんですけれども、2つはちょっと育たなかったので切りました。で1つ今こういうふうにこう伸びてきてますね。これから咲いてくれると思います。で1つ見本にお見せしてた1枚だけの葉っぱのはもうすぐに腐ったのでダメになりました。で残り15株のうちの5株がこのスノーマンで、残り10株がこちらにあるんですけれども、左の端の方に置いていた弱った株はちょっとこういう状態で、動画8を見たらほぼ根っこが同じような感じだったので、これはもう水苔ではダメだと思うので、今日根っこの整理をして、こちらとこちらは水栽培に切り替えようと思います。なんとか助かってくれると思います。結論としましては、秋の花子の株を買うことはあまりおすすめしません。なぜかというと、やはりお店で寒さに当たってかなり傷んでいる可能性が多いです。今の季節も白の大輪の花子の株などが出回っているんですけれども、状態が良かったら今から買って育てていただくのはいいんじゃないかなと思います。それとやっぱりセオリー通りで、寒くなってからの植え替えは株にすごくダメージを与えますので、やめた方がいいです。それでかなり失敗したと思います。あまり根っこを触らなかった株だけが今元気にこうやって育ってくれてますので、寒くなってからの植え替えはおすすめしません。植え替えするなら今の時期なので、こちらの弱った株などは植え替えしていきたいと思います。これから伸びてくる花芽がどんどん花開いてくれることを期待しています。また花が咲いたら報告したいと思います。ご視聴ありがとうございます。気に入ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日ご紹介したのはパープルスワローとシーナヨーラン園さんのリトルワルツでした。今日もご視聴ありがとうございました。花丸でした。